桃山発電所は、長野県木曽郡上松町小木原にある、関西電力株式会社の水力発電所である。木曽川本川にある発電所の一つ。形式は、水路式発電所で、最大出力 25,600kW にて、運転されている。1923年に運転を開始した。桃山発電所は、導水路により、落差を得て発電する、水路式発電所である。 最大使用水量37.57リッター、片メートル毎秒、有効落差79.55メートルにより、最大25,600キロワットを発電する。取水席は1箇所あり、その高さは7.27メートル、長さは85.46メートル。席のゲートは3門の土砂吐きのみで、右端に設置。席右端には、ゲートのほか漁道も備わる。取水口も、 取水石岩にあり、揚松発電所にも直結して取水している。陳社池は一箇所設置。取水口から上部水槽につながる導水路は総延長4305メートル。全区間がトンネルで構成されており、1200分の1の勾配がついている。水槽から水車発電機へと水を落とす水圧鉄管は長さ203メートルのものを2畳設置。 水車発電機は二組あり、水車は立軸炭輪炭流渦巻フランシス水車を採用、発電機は容量1 4 3 0 0ルトアンペア、周波数6 0ルツのものを備える。発電所建屋は、鉄筋コンクリート構造を2階建てで、総面積は629.8平方メートル。名古屋電灯、基礎電気製鉄、大道電力社長。 福沢桃介桃山発電所付近にて最初に推理権を獲得したのは関清秀を代表とするグループでその許可は1907年4月に遡るこの推理権は翌1908年3月に名古屋電力へと譲渡されさらに合併によって1910年10月明治大正期における名古屋市の電力会社名古屋電灯に引き継がれたコマガネ地点と呼ばれた この推理券は、木曽川の内福島町から駒金村を経て、大桑村へ至る区間が引用区間であったが、1910年7月の計画見直しで駒金と大桑の2地点に分割された。推理券の獲得程度に止まっていた木曽川中流部の開発計画が具体化されるのは、後年、電力王と呼ばれた実業家、福沢桃介が、 名古屋伝統の経営を掌握してからである。駒金地点については、まず1915年10月、使用水量を起許可の500立方弱毎秒から800立方弱毎秒へと増加する申請を行う。さらに、翌1916年6月には、引用区間を見直して、駒金地点を多くは第一地点へと改め、設計変更を出願した。 そして1917年11月、使用水量800立方弱米病にて、多くは第一地点の水利権許可を得た。水利権の許可後、1918年9月に、名古屋伝統から、開発部門が、基礎電気製鉄として独立したため、多くは第一地点の水利権も、同社へと移されている。さらに1921年2月、基礎電気工業は、合併によって、 大道電力となった。大道電力による実施計画策定の過程で、多くは第一地点は水路が長くなりすぎるとして、上流の駒金地点と下流の須原地点に再分割され、さらに駒金地点については、途中に名称根覚めの床を挟むため上流を根覚め地点、下流を桃山地点として再分化された。 桃山地点の開発は1922年に実行に移され、同年8月桃山発電所が着工された。発電所名は当時の大道電力社長、福沢桃介の名前にちなむ。翌1923年に、春工。11月7日に、通水の認可が下り、2台の発電機のうち1台が11月25日付で、使用に認可が降りたため運転を開始した。 残り1台も12月24日付で、使用にインカが降りて、運転を開始している。主要機器はいずれも輸入品であり、水車は、スイスエッシャーウィッセー、発電機及び変圧機は、アメリカ合衆国のウェスティングハウスエレクトリック製の、ものを備える。当初の最大使用水量は1300立方弱、毎秒で、発電所出力は2万3 1 0 0ットであった。 送電線は関西への送電用に季節スハラ発電所との間を結ぶ路線が1923年11月に仮設された。さらに翌1924年1月には関東地方への送電用に東京電灯の送電線に接続する塩尻までの路線も建設されている。関東地方は 50Hz、関西地方は 60Hz と周波数が異なるが、 桃山発電所は、東西双方への送電に対応する、要、50.60Hz 両方で運転可能な水車、発電機が導入された。こうした設備は日本で最初の試みであった。完成後まもなく、関東への送電が増加したため、50Hz 供給力の増強並びに、東西電力融通を図るべく、発電所構内に周波数変換機が2台設置された。 大道電力では、桃山発電所の発生電力と、この周波数変換器による電力の合計約5万 kW を自由に東西双方向へ融通できるようになり、例えば関東で渇水が発生した場合には、契約以上の電力を同方面へ送電し、逆に関東で余剰電力が生じた場合にはこれを大道電力で買い戻して、火力発電の代替として関西へと送電する。 といった運用が可能になった。1932年7月に、洪水被害のため下流スハラ発電所の取水石が崩壊した際、取水石を廃止して、スハラ発電所取水口を桃山発電所放水口に直結するという形で、復旧工事が実施された。また1934年4月には、設備に余力があるため使用水量を1350、 立法弱毎秒へと増量とする許可を得た。翌年5月、発電所出力が 24,600kW へと引き上げられている。1939年4月1日、電力国家管理の担い手として、国策電力会社日本発送電が設立された。同社設立に関係して、大道電力は電力管理に伴う、社債処理に関する法律第4条。 第5条の適用による日本発送電への車載管理、支払い義務継承並びに、車載担保電力設備の強制買収を前年12月に政府より通知される。買収対象には、桃山発電所など14カ所の水力発電所が含まれており、これらは日本発送電設立の同日に同社へと継承された。太平洋戦争後、 1951年5月1日実施の電気事業再編成では、桃山発電所は、他の基礎側の発電所と共に供給区域がいながら、関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を、発生電力の主張基地によって決定するという、潮流主義の原則に基づき、基礎川筋の発電所が、関西電力所管となったことによる、 基礎ダム関西電力発足後、基礎川中流部においては再開発が進められ、下流側から山口発電所、読書第二発電所が相次いで建設された。これに続いて中流部の水路式発電所5カ所に関する再開発が計画され、この区間における河川利用率を向上させるとともに、先頭不可発電所として運用させるべく、基礎ダム並びに、 基礎発電所の建設が進められ、1968年に、竣工した。ダムは、基礎川との合流点直上の大滝川に位置し、水路は、季節発電所群の水路の山側を通り地下式の基礎発電所を経て、大久保発電所直上に設けられた放水口に至る。その後1990年代に入ると、基礎川水系の発電所では1992年度より、 老朽化設備のリフレッシュ工事が始められ、その一環として、桃山発電所においても1994年6月に更新工事が竣行。使用水量は従前と同一ながら発電所出力が1 0 0 0ット増強された。改修後の水車は三菱重工業製、発電機は三菱電機製で、双方とも6 0ルツ専用である。更新以後、 発電所出力は2 5 6 0 0ットとなっている。ありがとうございます。